明けましておめでとうございます。いや、我々一応評論ユニットとして、うん、サブカル評論ユニットとして、うん、今年もやっていこうと、まあ、新春砲弾なんでね、もう世界に向けてブレーコーだよ、今日そういう感じでいいんですよ。でももうすでにちょっと気が楽になってきたんですけども、そうですね、新春砲弾砲弾ですからね。そう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 、まあ我々去年もいろいろやりましたよね、うん、まあ一回この宇佐美堂ラジオで、うん、三浦純論をやったんでしたっけ、うん、それからその次に、うん、まあ、ビブリオタクバトルとして、うん、この宇佐美堂を舞台に、うん、まあ、ビブリオバトルと、まあ、その時は王権論を中心にっていうことで、うん、我々サブカル評論をもうすでにやってきて、うん、では今年もやっていこうと、うん、いうことなんですけども、まだそういえばあれです、我々ユニット名はできてないんですけど、まあ、このまま行くと多分ひらがなでミッシングリンクってなりそうな流れなんだけど、そうですね、まあペンディングかな。あまあこのまま行ったらミッシングリンクだね。そうですね、うん、でそう、もうミッシングリンクは絶対こうタームとして我々がこうもう評論で使う言葉で、うん、でまあ要するに一応の立ち位置としては、うん、僕がオタクで、うん、でキンキーさんがサブカルでと、うん、いうことで、でまあやっぱりこうお互いじゃあ逆に俺がサブカルかっていうと、まあどっちかっていうとオタクだなっていう感じですし、うん、まあキンキーさんがオタクかって聞かれたら、うん、絶対よちげよっていうと思うん、ね、うん、まあオタク的側面もね、総論各論でないわけじゃないけどね、ねえ、うん、でもうやっぱりなんとなくこう近さを感じるというか、うん、でまあオタクとサブカルっていうのはなんか結構共通する側面とかもありつつ、でもなんかお互いにこう違和感みたいのがあって、まあその間になんかこう地続きなはずなんだけども、こう切れちゃってる部分っていう、そこをミッシングリンクとして、うん、それを解き明かしていこうというのが、うん、まあ我々の一応、うん、当初の、うん、目的だったわけですよね、まあ、世代間的にも立ち位置的にもキャラ的にもそれができるのは俺たちしかいないだろうぐらいなね、うん、自負のもとに。そうなんですよね。ここ見ている。でちょうどね、我々15違いで、うん、僕が昭和の最後の年の12月生まれっていうんで、まあ本当に昭和の最後の最後の年、うん、瞬間に生まれたんですけども、まあで15違ってっていうと、まあやっぱりオタク世代と、うん、まあそれ以前なのかなっていう、うんうん、まあそれこそ僕が生まれてすぐ後に、まあ宮崎勉事件なんかが、うん、まあ、発覚してっていう、うん、まあ事件自体はおそらく僕は生まれる前にやってて、ちょうどその間、うん、恥ずかいくらいに生まれてっていうところがあって、うん、まあある種オタクのその呪われた羊みたいなものとともに生まれたっていうところもあるんですけども、うん、でまあそのミッシングリンクっていうので、まあこれだけミッシングリンクミッシングリンクって言ってるんだったら、うん、まあ一回その僕としては、うん、そのミッシングリンクそのものに一回本気で目を向けてみようじゃないかっていうことをちょっと言ってみたくって、うん、まあやっぱりその1年の刑は合体にありというので、うん、まあまあサブカル評論でミッシングリンクを埋めるっていうので、うん、まあちょっとズバリっていうのをちょっと話してみようかなと思うんですけども、うん、やっぱりそのサブカルって何ってよく言われるんですよ。その、うん、いや僕ちょっと最近サブカル評論みたいなことやってるんですよみたいなこと言うと、うん、まあやっぱ評価は2種類で、うん、まあもうガチサブカルみたいな人は、うん、なんかそれってなんかサブカルってっていうものに対してなんか真正面からやってんのみたいな、うん、なんかふーんみたいな、うん、態度を取られ、逆にサブカルってよくわかんないっていう人には、うん、そもそもサブカルって何っていうふうに聞かれちゃうっていう、うん、でまあ確かに
そうだよねっていう、要するにサブカルっていう言葉は割と使う、要するにあのアイドルってサブカルだよとかっていうのは言うけども、うん、そのじゃあそのサブカルって何っていうと、うん、明言できないっていうところがあると思うんですよね、うん、でまあサブカルチャーっていう言葉には一応そのまあ要するに辞書的な意味があるにはあると思うんですけど、日本でサブカルチャーってやっぱりちょっと特殊なニュアンスを含んでるというふうに思うんですよね、うん、でまあ僕はやっぱり古本屋なんで、うん、あのいろいろそのまあ書史的なところからいくと、うん、まあやっぱり僕サブカルの元祖って、うん、あの植草仁一なんじゃないかなっていうふうに、まあ、思うんですよね、うん、で植草仁一っていうのはあのまあもともと戦前からずっと映画評論やってた人で、うん、でまあ、 あの戦後になってあの海外の誰も読んだことないようなペーパーバッグみたいのを、まあ、どんどん輸入してきて、まあ、ミステリー文化を広めて、うん、で、まあ、1950年代に、まあ、それこそ誰も聞いたことないようなジャズのレコードをいっぱい買ってきて、うん、あのジャズを広めてっていうので、まあ、一応これ僕は勝手に言ってるんじゃなくて、うん、植草仁一の本のよく煽りにサブカルの元祖って書いてあるんで、で要するにあの何が言いたいかっていうと、もともと輸入文化っていうか、うん、要するに戦争があって第二次世界大戦があって、うん、こうある種文化的鎖国状態にあったものが、うん、戦争に負けて、でこれから海外のものをどんどん入れていこう、海外のものはいいと、先進的で、うん、かっちょいいんだというので、うん、まあある種だから西洋のものだからいいっていうので、うん、ある種今サブカルって言ってるようなものとハイカルチャーみたいなものが割とごちゃ混ぜにダーッと入ってきて、うん、でそういうものを受容できる人ってもともともうすでに上部構造にいる人じゃないですか、うん、要するにそれが入ってくるものが実は海外では読み捨てのペーパーバッグみたいなものでも、それをこう ありがたがる、ね、そうそう、ありがたがるのって、うん、ギブミーチョコレートだ、ね、そうそうそう、でそういうものをむしろありがたがれるのってもともと上部構造にいるような人で、うんうん、だからまあハイカルチャーとなんかそういう雑多に入ってきたものみたいのが、うん、まあある種こうすごくないまぜになったまま来て、うん、でそれがまあ、どうもハイカルチャーとそういうものって違うぞっていうのに、うん、やっぱり日本人も成熟すると気がついてくるっていう60年代70年代くらいに気がついてきた時に、うん、で折しもやっぱりあれじゃないですか、学生運動じゃないですか、うんうんうん、でそういう時にこうハイカルチャーみたいなものに対してやっぱり反発心みたいのが生まれてきて、うん、でなんかそういうハイカルチャー的なものって要するにそのファインアートとか、うん、まあクラシック音楽とかっていうのって権威的で、うん、まあそもそもそのヒップとスクエアっていう対立軸を輸入したのも、うん、植草仁一だと僕は思ってるんですけど、うん、まあそういうハイカルチャー的なものってスクエアで、うん、でまあなんかかしこぶってて嫌だなっていうふうに思う人がこう僕はサブカルを押し出したと思うんですよね、うんうんうん、で要するにでもやっぱりそのハイカルチャー的なものには実は僕は隠れた憧れみたいなものがあって、うんうんうん、っていうのはそのやっぱり結局本当にサブカルサブカルって入っていくのって、うん、ある種全教頭崩れみたいのがもともと多かったと思うんですよね、うんうん、でそれって結局その革命の構造で、うん、要するに今までそのハイソサイティにいた人を引きずり下ろして、うん、こう俺たちがこう、うん、要するに赤い貴族じゃないですけども、うん、そう成り代わってやるんだっていう時にそのある種ハイカルチャーを引きずり下ろす旗印として、うん、サブカルっていうものが
一瞬の輝きであったんじゃないかなっていう気がするんですよね、うん、だからなんて言うんでしょう、そのと漫画なんかもそうですよね、うん、要するに漫画ってまあもともとそのまあ昔のポンチ絵みたいなのとか、うん、まあそれこそディズニーに影響を受けて手塚治虫がっていう流れも一応あったんですけども、うん、ある種劇画的なものとかちょっとマニアックなカルト的なそのエロ漫画雑誌みたいのって、うん、全教頭崩れみたいな人がこうやってて、うん、でまあそういう漫画文化圏とかを作ったわけですよね、うん、でまあ何でもかんでもそういうふうにこうハイカルチャーへの反発心がありつつでもそれになり変わるようなものとしてっていうので、うん、だから逆にそういうもともとなんていうんですかね、階級闘争意識っていうか、うん、そのちょっと鼻持ちならない感じっていうか、うん、で逆にその今サブカルって今半笑いで言われる4文字だと思うんですよ、うん、要するにそのまあそれこそサブカルクソ女みたいな言い方があったりして、うん、要するになんかお互くともあって鼻持ちならない感じみたいなのがそのサブカルっていう言葉にまあ残ってる、その源流ってもともとそういうちょっとこうなんかハイカルチャーへのなんか愛憎入り混じった感じっていうか、うん、それに憧れつつなんかこうでも反発するみたいな、うん、だから逆にその大衆文化、大衆演芸みたいなものにもはあんまり好きじゃないんですよ、そのサブカルって僕の印象だと、うん、だからまあそれこそド演歌とか、うん、やっぱり嫌でしょっていうサブカル人って、うん、でそのそれっていうのはやっぱりちょうどハイカルチャーがあってまあ大衆演芸、大衆文化みたいなものがあってそのどっちも属さないある種機敏としてこう、うん、サブカルみたいなものがあったんじゃないのかなっていう、うん、でだからそのなんか立場としてすごい不安定で、うん、その大衆文化みたいなものにもなんかちょっと鼻で笑う感じがあるし、うん、かといってこうハイカルチャーにも染まりたくないしっていうので、でそのまあそこでミッシングリンクの話になるんですけど、うん、まあ元々その劇画とかで漫画文化を盛り立てたのもそういう風なまあ全教徒風情みたいので、まあある種そのサブカルの人だったけども、うん、今漫画ってオタクのものじゃないですか、うん、で要するに実はそのサブカルとオタクって地続きで、要するにそのサブカルってやっぱり鼻持ちならないとかなんかこうなんて言うんでしょう、おしゃれぶってるみたいなのもありつつ、でもやっぱりそういう気概があったわけですよね、うん、俺たちはその独自の文化圏なんだと、うん、その大衆文化でもないしハイカルチャーでもないんだというので、ある種そういうへの突っ張りじゃないですけど、うん、気概があったんだけど、そういうのがやっぱりジャンルとしてメジャーになるとだんだん大衆文化の方に降りてきて、うん、でもやっぱりその大衆文化の方に降りてくるっていうのはある種やっぱりそれはジャンルの熟成じゃないですか、うん、でやっぱりそのジャンルの中での蓄積みたいのができてきて、でそうするとこうデータ収集とか、うん、そのコレクションに走る人が出てくると思うんですよね、うん、でまあそれがオタクなんじゃないかっていう風に思うんですよね、うん、だから実は出自は同じで、うん、生き別れの兄弟なんじゃないかっていう、サブカルとオタクっていうのはもともと同じその輸入文化ありがたりがりから来て、まあ、まとめみたいになりますけども輸入文化のありがたがりから来て、でもなんかそういう輸入されてきたようなものでハイカルチャーとそうじゃないものってなんか違いがあるぞっていうのに気づき、うん、でそのハイカルチャーでもないでも大衆文化でもない、なんかそのゴニャッとしたものが俺たちの旗印だっていう風に頑張ってた、そのサブカルの人がそういう羊を忘れて、で要するにもう膨大なデータの暴力の前にこう
もうその中に閉じこもっていった姿がオタクで、実は同梱っていう、うん、で、あの、まあ最後にちょっと、うん、あの割と強めの実例を出して終わる、あのこの、まあ、あの僕の論は終わろうと思うんですけども、うん、あのブレードランナー大好きで、うん、で、あの今年去年かもう、あのブレードランナー2049めちゃくちゃ良かったんですよ、うん、もうあのちょっとIMAX で 2,3 回見たっていうくらいで、でこのブレードランナーって実はでも劇場で全然当たんなかったんですよね。儲かんなかったんですよ。で折しもそのブレードランナーって、うん、E.T. と同じ年で、うん、E.T. はもう大ヒットで、やっぱりそのそれはやっぱりリドリー・スコットとそのまあ、スピルバーグの違いだと思うんですけど、うんうん、やっぱり E.T. ってそのまあ実はSF 的にすごい巧みな作りではあるんですけど、やっぱり大衆に受けるで、ないしは子供に見せるような映画 で、うん、でそれに対してそのブレードランナーってすごくこう画面暗いし、もともとリドリー・スコットってその CM とかミュージックビデオを撮ってた監督で、あんまりそのお話の組み立てっていうよりはその絵作りに興味があって、うん、でなんかお話としても全然すっきりしないお話で、その要するに主人公ってなんか刑事だけども、実はなんかあの女を背中から撃つようなやつで、でまあお話としてはそうなんですけど、やっぱり劇場では当たらなくて、で一部のやっぱり感度の高い人がそのまさにサブカルの人が、まあ、それが象徴的だと思うんですよね。その E.T. が大衆文化だとしたら、まあ、やっぱりブレードランナーってハイカルチャーじゃない、やっぱりサブカルなんですよ。でサブカルの人が、まあ、ずっとカルト名作として、で逆に VHS でバンバン売れて、今じゃここまでになったっていうのがブレードランナーなんですよね。でその羊がサブカルだけど、それがその現代になるとどうなっちゃうかっていうと、こうなっちゃうんですよ。そのこれ去年、まあ、あの2049に合わせて出た、あのブレードランナーのデータブックみたいなやつなんですけど、まあ、あの陽線者ムックで、まあ、要するにその映画秘宝系ですよ。陽線者ね。そうでこれ見るとその撮影のそのマットペイントは誰が描いたとか、模型は誰が描いたとか、そのプロデューサーはこの作品をどういう風にたらい回しにしたみたいな、そのまさにこの本ってデータの暴力で、で結局同じブレードランナーでも、全く同じブレードランナーでも出てきて、これがすごい、これはもう繰り返し見て考察するんだっていうのは、それはもう明らかにサブカルだったのが、ここまで来るともうオタクのものっていう、でまあことほどさように、まあサブカルっていうのはやっぱり羊としてはまあさっき言ったようなことだけども、それを羊を忘れて、まあ言ってみれば羊を忘れた瞬間にオタク化してしまって、こういう本出し始めるっていうことで、まあ、同じモチーフを扱っても、まあ時代背景とか切り取り方もあるだろうけど、まあ生き返アポカっていう、そうとこだよね。ですね、そうまさにもうここまで来るとやっぱり俺も、俺もオタクですけど、これパラパラ見ててもうんざりしてきちゃって、なんかオタクっていう感じで、おのぼり参加だね。そうですね、というので、まあ僕のオタクとサブカル行き別れの兄弟説ということだったんですけど、サブカルとしてはどうですか。そうですね、じゃあ切り口としては、まあ今日収録が2018年の1月7日なんですけど、ざっと2年前の今自分、まあ主にエンターテインメントとか芸能の分野においてどういうことが世間を賑わせた話題だったかって思い浮かびます、2年前の今頃。2年前ですか、うん、今頃ですか、
なんでしょうね、もうまあ感覚的にはそのアイドルっぱやりみたいのはもう落ち着いてきてるって、うんうん、どっちかっていうとそれこそなんかまあ音楽的にはちょっとバンドの再来みたいな感じもあったりとか、うんうんうん、あそんなかっこいい、かっこいい含みないですよ。ただベタな、ベタな一般の人が食いつく話題で、ええ、要はそのスマップ、まあ、これ結構ね前回の、あのチンポ以上にやばいんじゃないかっていうね、もうどんどんバシバシあれかもしんないけど、あ、まあ、スマップの解散だから、うん、の話から、まあ、あとは大悟の時田沢結子の結婚とか、まあ要はねベッキーですよ、ベッキー、あ、うん、文春法っていうか、そう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 、そのことがまず一つあって、で、まあ、そこを切り口に今日もう元々のテーマは、まあ、映画×音楽なんですよね、大前提として。前回は、オタク VS サブカルだったのかな。あでその中で、まあ、今まで、まあ、三浦純論王権論でいけば、まあ、今日はビートたけし、北野たけし、はい、っていうことで、まあ、切り口でいきたいなっていうのの、まあ、触りです、はい、今のは。でまあ、これは世代的に僕が かろうじてリアルタイムだったからっていうのもあるんだけど、そのベッキーの件があった時に、これ今からの話は一切ぜぜひひっていうか、ぜかひか善悪上位下位は問わない話として、どっちの肩も持たないし、あの、まあ、比較対象の道具として話したいんだけど、はい、まあ、多分もうその2016年から2年経って中1年挟んだんで、まあね、ついこの間もベッキーのそのね、ガキの使いの年末の、お尻の話も、はい、あれでもう逆に普通にね、逆にゲス不倫っていう、ゲス不倫っていう言葉がもうその、ね、ゲスの極み乙女っていうバンド名からこういう名詞化したわけだから、でもう普通に活動再開してるわけで、はい、まあもう今だったら平易に語れるかなっていう感覚で僕は話すんだけど、そうですね、感覚といったらちょっと前のザ・漫才でウーマンラッシュアワーが結構政治的な話題に触れたネタ、あ、まあ、そこでとどまっとけば、ね、結構ある種ねワーキングクラスヒーロー的な話題でとどまってたのに、うん、あの若干炎上気味みたいな、そう、朝まで生テレビも加わっちゃったから、あのピンのがちょっと痛かったかなとは思うんだけど、で、僕自身がなんていうのかな、まあ一応そのサブカル云々っていうサブっていうキーワードを整理しとくと、あの縦軸横軸あると思うんですよ。一つには宇佐美さんが言うハイカルチャーとサブカルチャーっていうのの意味合いでのサブと、あとはメインカルチャー、メインと、あ、まあ要するにね、今度の、同時宇佐美のテーマでもある暴流としてのサブ、その両方があると思うんですよ、同じサブのキーワードでも、はい、でそうなった時にじゃあベッキーの立ち位置はどこにあったのかって言ったら、今言った例えの評価軸でいくとメインだったと思うんですよ。そうですね、なぜかならば、まあ、イオンでも何でもいろんな大手企業の CM とかの契約があったからこそ、その不倫があれだけの問題になった、うん、ね、っもともとあんだけ印象良かったからこそのまあ落差でってことですからね、うん、でもかといってベッキーの存在がハイカルチャーかって言ったらハイカルチャーじゃないでしょ。そうですね、うん、まあ、やっぱおはがあるから出てきて親しみやすさですからね、うんうん、だからある意味、あるさっきの、まあそうですね、たけしさんっていうのもちょっとあれだし、殿っていう距離感にもないんで、基本的にはたけちゃんでいきます。はい。で、その、たけちゃんがあのバンドやろうっていうふうに、その、ゲスの極み乙女の、まあ、不倫相手のことを揶揄してたんだけど、あのバンドやろうっていうのって、ある種、その国民感情の代弁っていうか、なんであのタイミングだったかっていうと、その2016年年明けてすぐあれがあって、なんかね、まあそのデビッド・ボーイの5 years じゃないけど、まあ、タームでいくと、やっぱここ30年間のその宮崎努以降のオタク語り、まあ今日はね、もう基本的にそのビブリオタクバトルの、まあバトラーの皆さんがプレゼンしてくれた内容もそうだし、これまでの対談とか立ち位置もそうだし、全部有機的につなげて、次につなげていく伏線の回収をどこまでこの動画の中で挑めるかっていうのを拾っていきたいなって、可能な限りつなげて拾っていきたいなと思っているんだけど、で、要するに2015年の紅白歌合戦にゲスの極み乙女が出演して、それを待ってたんですよね、文春法が、はい、でネームバリューがお茶の間にも浸透した段階で、だけどあのバンドやろうって言われようっていうのは、ゲスの極み乙女がサブカルチャーだからですよ、サブがメインを食ったから、
なるほどな。ああいう構図になったわけね。一つの不倫っていう部分でね。で、その軸でいくと、例えばね、1のつく年、まあその5 years の倍数っていう意味で10でいくと、1991年に何があったかというと、雲仙普賢岳、バブル崩壊、湾岸戦争があったわけですよ。で、1991年というと、宇佐美さんが3歳になるかないかだから、多分わかんない。俺高校3年生だったから、まあわかるわけ。やっぱりその画面の中の画像の中のミサイルが飛んでる様子っていうのがリアリティ、まあまだその在学中はバブルが崩壊とそのここまでの不景気が失われた20年と言われるほど長く続くとは思ってなかったけれども、でその10年後何が起きたか 9.11 2001年、でその10年後2011年何が起きたか東日本大震災、これがだから1991年2001年2011年と1がつく年って本当にこう座標軸がね地軸がこう変わるような出来事がまずベーシックにあって、それプラスもうちょっとそれだけだと話題としてサブカルじゃないというか硬いんで、例えば6のつく年、まあじゃあどっちから遡るか、まあ要はさっきの僕がベッキーとそのゲストの共鳴乙女の不倫文春法の下りがあった時にどっちの肩持つわけでもないし是か非かの話でもないし、すごく自分の頭の中をよぎったのがその遡ること30年前だね、1986年のそれは年末だったんだけど、まあビートたけしが、まあ、やっぱり不倫を当時講談社、で今は文春法が文言春秋社だけど、あの講談社がフォーカスとかまあフラッシュとかもそうだけど、まあ、FF っていう略され方で写真週刊誌、今で言うとインパクトとしては、まあ、文春法もそうなんだけど文春デジタルでしょ、立ちが悪いのは。そうですね、活字媒体なのに動画で撮って、もう言い訳のしようがないじゃないですか、だからインパクトとしてその文春デジタルの動画と当時の写真週刊誌を比べた時にやっぱり30年の落差と、まあ写真と動画っていう意味での差はあるにしろ、インパクトとか扱いとしては一緒だったわけですよ。でその時にそのタイムラグがパーンって自分の中で埋まって、それをこの間の前回の対談の時もそうだけど、なんていうのかな、公のメディアで僕が今から言うことを僕は聞いたことがないのね、もしかしたらどこかに出自があるかもしれないけど、でその時思ったのは真っ先に僕はたけしのことと直結してなんかすごくね脱力しちゃったのね。30年経っても俺が中学1年生の時と去年一昨年、その国民がメディアに期待して取り扱って一番視聴率が取れる問題も不倫っていうことが30年間変わらない、で媒体も結局人のプライバシーをその動画と写真で抑えて公表するっていうのがあって、ただ一つ違うこと、その30年を経てそれは何だったかというと、たけしはその講談社に襲撃に行ったわけ、たけし軍隊引き連れて、でそれがそのある種のそれを担ぐわけじゃないですよ、でもある種のバイオレンスで暴力に訴えて出た、でその当時の記者会見の動画とかも上がってるし、これはねちょっと言葉は気をつけなきゃいけないけど筋通ってるとこは通ってるなって思うんだよね、その記者会見で。だからそれが暴力は良くないんだけどできない時代なのかなって、もう完全に解散しますがって本人も言えない、言わせてもらえない時代、それも大衆が報道されても許容できない、それを絶対暴力に訴えてはいけないんだけど暴力で突破したのがたけしで、30年前の出来事だったっていうのがすごくつながって、その時に誰を担ぐわけではない、たけしだけを英雄扱い、たけちゃんだけを英雄扱いするわけじゃなくてちょっと脱力しちゃったのね、自分が中1の時と30年隔ててやっぱりみんな視聴率取れてみんな注目して題材として扱ってたりするのは不倫なんだっていうことが、でそれがその自分の思春期とダイレクトにつながって、この話の落としどころとして、だから平成元年に入ってまあもともとその仁義なき戦いを取った深作欣二監督が担当する予定だった話が浮いてしまったので、その後釜にたけしが、たけちゃんが監督として入って、その男凶暴につきを平成元年に取ったってことにリアリティがあったわけ、まだ生々しかったのね、平成元年に公開されて86年末にその襲撃に行ってるってことは実際にその監督が、まあ、暴力監督というか、芸人でネームバリューがものすごくあったにもかかわらず実際のプライベートとそれが直結して、ノンフィクションなのか、フィクションなのかっていう狭間がまだ
ある意味ホットな時期に、うん、そのバイオレンスの映画にお笑い芸人が打って出たっていう意味では一つそのラインがつながるのかなっていう切り口が一つ、うん、思ったことが、あとまあ二つぐらいあって一つはまあうさみ堂のコンセプトにのっとって言えばさっきのエクサジン1もそうなんだけど、うん、これは坂本龍一側が発言してたことなんだけど、たけちゃんが団塊の世代ど真ん中っていうことなんですよ、はい、でこれは逆に今度その浅草の出自でまあ浅草キッドっていうまあちょっとそのさっきの宇佐美さんのハイカルチャーとサブカルチャーの対比でいけば最後のまあオチっていうか、うんうん、たけちゃんは今ももがいてる今もそのシーンの狭間であがいてるっていうオチっていうのはちょっと中にあるんだけど、でその浅草キッドの小説版の冒頭が若者の街って言えばまあ僕らは渋谷系とかの世代だったけどまあ新宿とか池袋じゃないのかと、そうですね、で自分が揶揄してなんで流れ流れて浅草にまで来てしまったかっていうとっていうところから始まるのね、で、当時の学生運動華やかなりし頃の新宿、例えば新宿芦部とかさっきの浮世一もジャズ喫茶の部分では、うん、坂本龍一がまことしやかに言ってたのは当時60年代末ぐらいの新宿芦部で中上健二とビートたけしと坂本龍一がクロスオーバーしてたかもしれない、同じ店でもしかしたらすれ違ってたかもしれないっていう描写をしたことがあって、でそういった意味ではこの真ん中の棚の、右翼と左翼っていう出自の中で弾かれ弾かれ、明治大学まさしくこう生まれては見たけれど大学は出たけれど、でまあ、おふくろさんがものすごく無理して明治大学に入った、で兄貴は博士で、自分も数学に興味があるっていう流れの中で、まあ中退というか、で風転みたいなことになってこの間の寅さんとリンクするわけですよ、で浅草に行って寅さん金ちゃん自分の先達にあたるお笑いの、偉大な先人がいて、そこをどう乗り越えていくかっていう部分ではまさしくその団塊の世代として宇佐美堂のテーマも貫き、でその右翼左翼の対比の中である意味スタンスとしては左翼側からどうメインのテレビのメディアにのし上がっていったのかっていうとある種の生き字引で、そういった意味ではまあベタなテレビっていう一時代の中での昭和っていう時代の中での、あとはテレビ以外の舞台っていう芸人から、左翼の端くれとしてスタートした、そのベタな一番メインストリームを通っていて一人でその部分を映画まで含んで体現できる人、人物像っていう意味で、まあ、今回はビートたけし、そう、北野たけし論っていう形で行ってみたいなと、そうですね、うん、僕はもうたけしはまあ僕はもうたけしっていうのをこう あえてさんとかつけない、うんうんうん、なんかもう偉大な人物はつけないじゃないですか、うんうん、その高橋惟幸とか別に高橋惟幸さんって言わないじゃないですか、うんうん、みたいな感じで、うんうん、まあ、たけしはって言っちゃいますけども、たけしはまあ明らかに映画監督としてで、うん、逆にあんまりその芸人時代のたけしとかはよく知らないんですよね、いわゆる2ビートとかも全然知らないし、でやっぱりその僕はまあ、好きな映画10本あげろって言われたら、その男を凶暴につきが絶対入るかなっていうくらいで、でまあ結構たけしは同じ映画を生産し続けてるっていうか、要するにその男凶暴につきがもうカルトクラシックで、でそれ映画界にとってもそうだけども本人にとってはもうこれはカルトクラシックで、で結局たけしの映画ってみんな、まあ、アウトレイジも、最終的にそうなりましたけど、要するになんか暴力しかない男が死に場所を求めてさまようっていう話を、もうスナチネもそうだしブラザーもそうだし、もう全部そうじゃないですか、でそれがやっぱりそのまあそれは僕の言ってることじゃなくてどっちかっていうと町山智博とか の、まあ、評論の仕方になりますけど、普通の映画監督には絶対撮れないやり方、要するにその編集とかつなぎとかその要するにフレーミングとか知ってたら絶対撮らないようなやり方、要するにそのまあその男凶暴につきだったら例えばそのパトカーの前を
そのスタスタ歩くシーンで、うん、顔だけ画面の上に切って、うん、その首から下だ胴体だけ映すとか、うん、やっぱりその一応撮影監督はいるわけだから、うん、やっぱそういう風な職人たちにめちゃくちゃ嫌がられるわけですよね、うん、でもまあこれでやるからっつって、うん、でなんかもう意味のないシーンを長い枠取って入れたりとか、うん、あとそのまあ自分が主演で監督で、うん、でそのなんで警察に入ったんですかって言われた時に、うん、その友達の紹介ってまあそれって多分ハードボイルドだったら友達の紹介ってポロッと何気なく言うんだけど、うん、なんか言った後にちょっと自分で笑っちゃってるんですよね、うん、でそれって多分アウトテイクだろうっていうふうに思うんだけど、うん、それ使っちゃうとか、うん、やっぱり破天荒なその映画監督として、うん、でまあずっと同じそのテーマをテーマっていうかもう同じもん撮り続けてる、うん、でまあでも手を変え品を変えじゃあ沖縄っぽさ出そうっつって、うん、スナチネになったりとか、うん、じゃあアメリカのストリートで撮ろうっつってブラザーになったりとか、うん、で結局それで見る俺たちは喜ぶっていうか、うん、また同じかよって絶対ならないくて、うん、まあそれがやっぱタケシ映画を見る楽しみではあるんですよね、うん、やっぱりね直近で言えばその王権論を話した時もそうなんだけどそのなんかアニメの主題歌とか作る人じゃないんですかっていう部分で、はいはいはい、いやいやいや筋肉少女隊っていうのがあってねっていうところから話さなきゃいけないのと一緒でやっぱタケちゃんを語るにはやっぱ芸人としての出自っていうのを絶対に外せないっていうかやっぱ異業種監督、はいそうっていうのは当時やっぱりバブル景気でお金小金ができたから作家とかまあそれはその時当時新助もそうなんだけど、うん、あまあさっき言いかけたことで言うとうんその2016年の、そのベッキーの件があったのの30年前にたけしの件があってでじゃあ2006年に何があったか2006年のこの年とそういうさっき言った基軸で、うん、ベッキー云々みたいなところで何があったか思い浮かぶことある、うん2006年っていうと、うん、ホリエモンですそうですねああそう、うん、高3とかですからね、うん、だからある種そのもうやり玉っていうか、まあ、これも是か非かは本当僕は一切関与しない、うんうん、だけどまあそのホリエモンのことがあってで2011年には新助のことがあったわけ、はいはいはいうん、で面白いなと思うのは2006年はある種フジテレビを買収しよう野球の球団を買収しようって話だったわけでしょもうネットがテレビを凌駕していくっていう、でそれが今度逆にその間にその5年の間に新助がおバカとか羞恥心とか言ってテレビをもう一回盛り立てたんだよねだからそれをその5年のタイムラグで2006年のホリエモンがいよいよネットの時代っていうんでもオーナーになるし、それその5年後テレビが巻き返してもオーナーになるしだからやっぱりその本当にこうどんどん閉鎖的で物が言えない時代になっていくのかなってでまあちょっとガス抜きとしてはじゃあその間の96年には何があったかで大したことはなくて、まあ、無理くり探すと、うん、石田純一さんが不倫は文化っていう言葉が世にルフしたわけですよ、うんうんうん、だからその暴力に打って出てもね守るべきものがある暴力は良くないのは分かってるんだけど暴力に訴えなければ守れないものがあるっていう論調で出たその10年後に不倫は文化って言っちゃう世の中になってるわけですよ、うんうん、だからさらにその10年後その10年後になった時にぬるっとさバンドマンの方は記者会見もしないベッキーは記者会見が嘘だってことがバレてもう大変な、うんうん、でそこら辺すごくその30年間の枠組みっていうのはまあ感じたよね、はい、いろいろでその中でもう一つさっきの右翼左翼の、まあ、段階の世代で、タケちゃん一人でその、ウサミドのコンセプトすらこうそのラインに乗っ取って踏襲することができるっていう部分と監督の異業種監督としてのスタート、まあ、その新助も、スローダウン、あ、風スローダウンっていう作品を撮って芸人仲間とか出して、うん、だけどたけしみたいに異業種監督として異業種ってことが忘れ去られるぐらい大成した監督っていなかったんですよ他に。そうですね、うん、まあやっぱり芸人で監督っつうともう思い浮かぶのはやっぱり松本人志で、うん、でまあやっぱりその映画として成功してるとはちょっと言い難いっ
っていうか、うん、松本人志もで、この前なんかたけしが確か松本人志に関してそういうそれに関して言及したんですよね、うん、漫才は俺よりもものすごいけれども、うんうんうん、映画監督としてはちょっと下手って言った、うんうん、まあ多分ものすごく歯に衣着せた言い方で、うん、それでもまあちょっと下手って言ったんだと思うんですけども、うん、まあやっぱりそうですよね、うん、たけし映画の持つような引力みたいなものっていうのはやっぱりちょっとないのかなっていう気はしてしまいますよね、うん、だから監督としてのキャリアが平成元年からスタートしたという意味では、そのこれだろう、平成昭和から平成って話の伏線回収にもなるし、あと宇佐美さんが生まれた当時とか、その、宮崎努以降っていうのを、その監督としてのキャリアを、踏まえることで伏線を回収できると思うんだよね、前回までの話、はい、その2つ、あともう1つは、例えば前回のビブリオタクバトルで、有機的にしていきたいという意味では、浅見さんがロックザの、はい、ストリップの本を紹介してくれたと思うんだけど、うん、でそこでその名物おかみじゃないけど、なんていうのかな、でたけしのたけちゃんの元々の芸人としての出自っていうのもフランス座っていう浅草のストリップ劇場だったわけですよ、うん、ある意味ロック座と対をなす、なんか前座みたいなこと、そうそうそう、その幕間でね、うん、その踊り子さんが踊る幕間に、女性の舞を見に来てるお客さんを前にお笑いをするわけだから、うん、で決定的にやっぱりそのさっきの出自としてはそういう、例えば指定の制度とかを拒みたくて、はみ出してはみ出していって、うん、学生運動の慣れの果てで、さあどうしよう、じゃあ芸人にでもなるか、でも芸人になるってなって売れないって結果を食らってしまったら恥ずかしい、一生烙印をされてしまう、売れない原因だと、芸人だと、だから売れなくてもいいんだと、売れない日常を浅草で送っていく浅草の芸人なんだっていう逃げ場所を自分は確保した上で、担保した上でスタートしたっていうところから言ってるね、そこから映画、テレビ映画まで上り詰めたわけだから、うん、まあ、ある種サブからメインに食い込んでいったっていう流れがあって、であとはそうだな、もともとの今日の宇佐美さんのイントロダクションのオタクとサブカルっていう枠組みをもう飛び出したくて、うん、そのミッシングリンクを埋めるのはいいんだけど、じゃあ埋めた先に何があるってなった時に、さっきのその暴力に訴えるってことを肯定するわけじゃないんだけど、今どうなんだろうね、これ世代的にあれだけど、大園さんが紹介してくれた本が、うん、クマでオタクとサブカルの頭上を超えていったっていう、そうですね、その小汚いおじさんよりも可愛いっていうキャッチーさんを超えていくってことでいくと、うん、そのオタクとサブカルでキャイキャイ言ってるんでもなく、それをそこだけに閉じたんでもなく、そのオタクとサブカルのミッシングリンクが埋まったことで、うん、敵は外だと、あ、何を糾合していくのかってなった時に、まあ言ってもセンシティブな人種じゃないですか、うん、都合よく言えば、ね、オタクとかサブカルっていうのは細かいことが気になったり、まあ可愛いもんですよ。でそれから言ったら世の中の経済とか風潮っていうのを作ってるのはまあヤンキーなんですよ、あ、言ったら特に地方は。そうですね。でこのターム自体がどこまで有効なのかっていうのはあるけど、まあ少なくとも5年前10年前ぐらいまで根底にあったのは結局ヤンキーだったのね、うん、そのアイドルの部分でもそうだし、そうバンドの部分でも、そう結局それをすごく感じるんですよね、うん、そのヤンキーに受けなきゃ、うん、そのメガヒットは生まれないっていう、うん、だから僕はまあ本当に全然好きじゃなかったんですけど、やっぱりその、うん、でもやっぱりその平成の、まあこの前引退しましたけど安室奈美恵みたいのがいて、うんうん、でまあそういう安室奈美恵がまあギャル文化みたいのを多分道筋をつけて、うん、でまあ浜崎あゆみとか倖田來未とか、うん、でむしろそういう女性アイドル、まあ女性シンガーみたいのがむしろ作ったそのヤンキー J-POP 文化圏みたいのにこう、うん、ドーンとエグザイルみたいのが来たみたいな中で、うん、やっぱヤンキーに受けねえと、うん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 、そのメガヒットならねえんだな、うんうんっていうので、うんうんうん、やっぱりそのいわゆるロキノン系とかそのサブカルっぽいのに喜ばれるようなのって、うん、まあ小ヒットじゃないですか、うん、っていう中でやっぱヤンキーは、うん、ヤンキーこそ日本の文化なのかなっていうね、うん、まあまさにメインストリームなのかな
だからそれはちょっと短絡的に過ぎるかもしれないけど、ヤンキーは暴力に打って出るじゃないですか、オタクサブカルに比べれば、うん、だからそれがさっきのそのヤンキーっぽさっていうか、うん、ヤンキー系みたいなものがどんどん抜けてきてんのかなっていう気はする。 その何かっていう時に暴力に打って出て突破するっていう突破力がそうじゃなくて、なんか遠曲歪曲になってきてるって気はして、だからどうせだったらそのオタクとサブカルは同梱なんじゃないかっていうところまでここまで来たわけだから、お互いが足引っ張り合ったり、ミッシングリンク埋まったって言ってそのオタクとサブカルだけはわーいって そこだけでやってるんじゃなくて、じゃあ一応さっきの話は、うん、まあある程度妥当ということに思っていただいたってことですか。それを踏まえた上で敵は外だと、オタクとサブカルがつながったらヤンキーを凌駕がしないとでしょって、何のためにミッシングリンクを埋めるのって、だからそういった意味では別にビビるオタクバトルとも歌ってるけど、ヤンキー来ていただいてもいいわけですよ、うん、はいはいはい、そうそうそう、だからその中でその、バトルっていう意味でその間口を広げたいというのもそうだし、むしろちょっとこっちが三つ指ついて謝んなきゃいけないぐらいの超ド級のマニアなオタクの人がオタク語りをしてくれたら、それはそれで最後のその回収っていうか、そうですね、まあ、前回は進行のまあ多少のね、まあ、グダグダさ具合もあって、まあ、10分しか取れなかったけど、はい、ある意味ねこれは多分その今の清志郎さんが言ってたんだけど、例えばヒット曲が出てじゃあ M ステだなんだって生放送でね口パクでもいいし、あの5分3分の曲を1曲歌ってそれが売れたとしても、それが本当にミュージシャンって言えるのって、音楽でエンターテインメントしてるって言えるのっていうことで言えばね、いろんな取り方あると思う。今で言えばもう音楽の配信も配信すらこうやってストリーミングになってるわけだから、トータルアルバムとかコンセプトアルバムとか、まあ要するに1967年サージェント・ペッパーズだから50年前に初めてコンセプトアルバムっていう概念が生まれて、まあそれはねあの古い人間と思い出しょうがって言えばそうなんだけど、そのまあ iTunes だと1曲ずつ変えるでしょ、そうですね、1曲ヒット曲だけ、あとはメディア用ラジオ用ラジオ用に短くなっているもの様々あるけど、ビブリオバトルの5分間だと M ステで口パクの当てぶりの1曲をどうだってやってチャンプボンって言われても、うん、ちょっと納得いきかねるところがあるんですよ、そう、その口から生まれた口太郎としては、ねうん、だからその部分で前回の10分のその皆さんのプレゼントを公の場でそれを拾うっていうことをエンターテインメントにしていくということが、まあ、マキシシングルぐらい10分ぐらいだったらシングルじゃなくて、うんうん、でそれを今度はもうちょっと広げて次回の帰ってきたビブリオタクバトルではあの、まあ、水も流れてきたところであのミニアルバムぐらいにはしたいなと、うんうん、で、だんだんこうね鳩に餌あげるように、ねシングルマキシシングルミニアルバムときたら、まあ、フルアルバムいずれは、そうですね、で2枚組3枚組ぐらいのできるトークの幅が見せていく、喋る方も聞く方も、そうですね、でそういうことを趣のある取り組みとして5分打ちっぱなしやりっぱなしって感じのプレゼン、まあもちろんそれはそれでビブロバトルの枠組みの中では楽しめることなんだけど、それはやっぱりちょっと物足りないっていうか、そう、ね、時にはこうねあのコーヒーを飲みながら、そう、ね、食いらせながらアルバム1枚ひっくり返して聞きたいなっていう気分もあるかと思うんで、うん、それはその、次回に帰ってきたビブリオタクバトルでいろんなオタクの人あるいはヤンキーの方も越境して来ていただいて、 それをみんなで、まあ、アルバムの視聴会じゃないけど、うん、アルバムを聴くぐらいのことまでのパッケージで楽しめたら、ここ宇佐美堂にしかないビブリオバトルの切り口ができるんじゃないかなっていうのを期待してます。そうですね、やっぱりまあ、いろんな人いろんな人に来てほしくって、うん、まあ、やっぱりドサブカルとかドオタクも当然来てくれたら、うん、やっぱり心強いですけども、うん、まあどっちかっていうとそうでもない、いや私そうでもないんだけどなっていう人に僕は来てほしくって、うん、でまあ極論してしまえば今のその生きてる人って、うん、まあ、はっきり言って何らかのオタクではあると思うんですよね、うん、要するにそのまあサブカルってだからある種志でさっき言ったようにこれがハイカルチャーでもなくて大衆文化じゃないけど俺はこれが好きなんだと、でもって言うとそういうものを好きな俺が好きなんだっていう、うん、まあそれがある種なんかナルシスティックで滑稽に見える瞬間もあるけど、でやっぱりサブカル
をバカにする人ってそういうところばっかり見てると思うんですけど、そうじゃなくてそのなんかサブカルって志だと思うんですよね、うん、ただみんなやっぱりそこまでの志はないけど何か好きなジャンルがあって、うん、でそれに対して自然といろいろ情報を収集しちゃって、特に SNS なんかでその自分の好きなものばっかり発言する人をフォローしてそればっかりタイムライン流れてたら、もう自然にその情報っていうのはもう十分で、うん、もうか普通にオタクだと思うんですよねみんな、うん、でそういうむしろうちに来てまあいろんな人と喋ることによって、ああ私もオタクなんだなとか、うん、むしろこのジャンルが好きであるっていうことに何か自分で実存的な意味合いがあったんだなって気づくと、うん、もうそれってサブカルにまで行くと思うんですよね、うん、だからなんかこう内なるオタク性とかサブカル性に、うん、なんかこう気づいて、それでこう、うん、ある種まあ、あの前回のうちのラジオは自分のポジションを持ちたいって話でしたけども、うん、いや私はなんとかオタクですとか、うん、私はそのまあちょっとサブカルな人間なんだってい う, こうポジションを持って人とこう話して、うん、でまあうさみ堂ねそれこそそういうサロン的な空間にしてくれると本当にいいなと思って、うんうん、だからその評論ユニットとしてのミッションが、そのミッシングリンクを埋めるのが最初の取っかかりとしてはオタクとサブカルのミッシングリンクを埋めるっていうことだったんだけど、また今度は外に目を向けてオタクとサブカルの立ち位置スタンスから、まあヤンキーでもよりもっとディープなオタクでもそこのミッシングリンクを埋めていくっていう段階に帰ってきたビブリオタクバトルはしていきたいし、ビブリオタクバトルっていうまあキャッチーな部分でのフレーズでいけば、さっきのおさみさんが言った誰もはやこの時代誰もが何かのオタクだよねっていう前提において、あなたのオタクテイストを出していただければ、それをみんなでいじるなり拡散するなり膨らますなり深掘りするなり一緒に楽しみましょうっていうことなんで、あの門戸は広いですから、でそれをあらゆるこう楽しみ方、むしろなんとなくこっちがねご教授願いたいような僕ら以上にディグしてる深掘りしてる知識を持ってる人もある分野においてはあるかもしれないんで、それはむしろまあ真ん中にお招きしてそうですご教授願いたいっていうのもありますしね、本当に本当に、うん、で今回はじゃあ僕らが何のオタクなのか何のサブカルなのかっていう観点において、まあじゃあ映画と音楽っていうある意味こうなぎなた振るじゃないけど大きいテーマの中で、そうですね、まあそういう文化に対する愛っていうのを語る切り口に今回はなればいいかなと思っていて、でさっきのまあじゃあそのたけちゃんの芸人としての羊っていうことで言うと、さっきその師弟で深道三郎っていうあの師匠がいるんですよ。全然知らないです。厳密に芸人としての、要はそのフランスだっていうストリップ劇場で右も左もわからない、最初はエレベーターボーイからスタートしたわけだけど、あそこに井上久志さんも同じところで働いてたんですよ。で片や文学青年作家修行、で片や芸人、はい、うん、っていうところでそういうあの青春時代だったんですよフランス座が。でそれが例えばその30年後に追体験しようとして同じフランス座に80年代のど真ん中に入門したのが水戸橋博士、たけし軍団の岡山から出てきて、でそれが多分そのさっきの上草仁一の部分と同時にベタなテレビっていう文化を通過したある意味での日本国内におけるサブカルチャーの始祖であるって僕がビートたけしをたけちゃんを定義するのは、要はねナンシー関ってします、まあなんか消しゴムハンコの人みたいな、そうです、そうですと同時に、まあ、テレビ評論、多分もうそのテレビっていうメディアがネットとこうまあその拮抗する状況になってきて、もう内視鏡さんが亡くなってから15年以上になるんですけど、まことしやかにその葬儀なり通夜にはたけちゃんも内視鏡のもとにハゼさんじたっていうのがあって、ある種やっぱり、前回のそのストリップのロック座の踊り子と真剣に見ている一対一のお客さんとの関係っていうので話もしたけど、やっぱり本当に今あのマツコデラックスが全撮りにしてるって、全てのチャンネルの全ての時間帯を録画にして見てる、でそれはあの人が出る側になったわけだけど、多分ナンシー関って今から振り返ると
ナンシー関が亡くなる前年に松子と初めて会ってるんだけど、2丁目の岡山時代に、そしたらナンシー関がこれから化けるよって、あの人面白くなるよって言って見とったっていうか、だから多分僕はマツコデラックスはある意味テレビに出るナンシー関だと思っていて、で有吉もナンシー関には一目置いてるし、でこの間の舞子さんが紹介した本の帯書いた菊池成吉さんも、崇拝してるし、でそのナンシー関ってナンシーっていうある種ミドルネームっていうか、そういう流行りがあって、ペーター佐藤とか、でそのそれっぽいじゃないって言ってそのナンシーって名前を振ったのは伊藤聖光さんなんですよ。あ、そうなんですね、でそういう背景があった時に、だいたいまあ、伊藤聖子さんは1961年生まれ、ナンシー関さん62年生まれ、で水道橋博士も62年生まれ、リリー・フランキさんも63年生まれで、大体60年代前半の世代、芸人としてのタケちゃんは浅草に出自があって、ストリップ劇場からの幕間からスタートして確実に師匠がいて、ピアノ練習する、芸事練習する、コントのプロットをちゃんと仕込まれる、でタップも練習するっていう状況で、それが後でザトイチで穴開いたりするわけだけど、本当にその仕込みが長かったんですよ。だからさっきの絶対にテレビっていう部分とかコントの幕間とかお笑いの間っていう意味では絶対に負けない異業種監督だけど、これを絵として成立させた時に映画として成立するはずだって確信があったから異業種でも出ていけた、あぶく銭で映画撮りましたっていう話じゃなくて、だからまずそれがあって、でじゃあサブカルに師匠は必要かってなった時に、一番師匠とかって嫌じゃん。そうですよね、サブカルって。でそうなった時に、じゃあナンシー関の水道橋博士の同い年の2人の師匠は誰だったのかって言ったら、たけちゃんじゃなくて、まあ言ったらたけちゃん浅草キッドになったわけだから、たけし軍団に弟子入りしたわけだから、まあリアルの師匠にはなったよね、でもあの要するにナンシー関の師匠は何だったかって言ったら、ビートたけしのオールナイトニッポンだったんですよ。1981年の元旦からスタートしたんだけど、漫才ブームの最中に、でその流れの中で俺たちひょうきん族っていうめちゃイケのモデルになった、あ明石家さんまとビートたけし、たけちゃんマンの、まあ、一時代を築いた、あのバラエティ今のバラエティの形を作った番組がフジテレビでスタートして、だからサブカルっていうのは師匠とか堅苦しいことが嫌だし一番縁遠いんだけど、じゃあその師匠を持つ精神性のないサブカルで、自分たちの立ち位置を築いていった人たちの手本になったものっていうのは何だったかって言ったら、ビートたけしのオールナイトニッポンだったんですよ。でたけしではなくて、たけしのオールナイトニッポン、そうラジオだったの。だからある意味その生きてる人の教師の目の前の生きてる教師の言葉は同じ文言だったとしても受け入れられなくても、もうこの世にいない本から自分で読んだ時になんかスッと入るっていうか、それ遠隔じゃないけどあるでしょ、覚醒遺伝じゃないけど、だからそれがそういった意味で僕がその今の、でリリー・フランキーさんもものすごくリリーさん、ナンシー関のことを買っていて、対談集も何編も編んでるし、最後にもう亡くなる直前にその対談を組んでいたのもリリーさん、ナンシーさんが組んでたのもリリーさん、そういう関係性の中で結局その今のサブカルシーンを育てたある意味バーチャルな、それがブレードランナーじゃないけど、バーチャルな師匠はラジオの中のビートたけしだったんだよね。